列車は黒崎より先、赤い快速89号として運転いたしますので、どうぞよろしければご興味のあるお客様、放送にも耳を傾けていただければと思います。この列車は黒崎より先、赤い快速89号として運転いたしますので、赤い快速89号として運転いたしますので、本日一のおかげでも皆さんでご案内いたしましたが、私の友達で日々お世話になっております文字車掌区の藤田車掌も今日は乗務してくれておりますので、当時と同じような車内放送をこれから出す予定でございます。本日もご購入いただいたようですが、この列車は黒崎より先、赤い快速89号として運転いたしますので、どうぞよろしければご興味のあるお客様、放送にも耳を傾けていただければと思います。ちなみに1995年頃の時刻表を参考に内容を制作しておりますが、内容一部正確ではない場合がございますので、あらかじめご承知ください。まもなく黒崎に着きます。お出口は右側、一番乗り場の到着です。黒崎では5分止まります。